皆さんこんにちは、卓球センター .jp の吉岡です。今日はですね、ペンホルダーのバックハンドで、今回は特にペンホルダーの表ソフトのツッツキ打ちを紹介したいと思います。お願いします。まずバックハンドのその持ち上げる時の角度なんですけど、ツッツキをする時よりかは気持ち立てるようなぐらいの角度で、垂直ぐらい縦にしてしまうとどうしても下回転に対して当てた時に落ちてしまうので、少し乗せるように面を若干上に向けた状態でボールにアプローチします。で、強いボールを打つ時にはこの肘をかなり左の腰の方まで持っていくんですけども、今の場合はそんなに奥に持ってこないで右の脇のあたりまだ残した状態で、ラケットが正面になるような状態で構えます。面の向きをやや上に向けた状態でボールに対して下からインパクトを当てます。で、回転をすごいかけようとするのではなくて、乗せて上に持ち上げる、ボールを下から上に持ち上げる、ネットを越す程度の力の具合でいいです。強く打とうとしてしまうと、そのまままっすぐ空中に飛んでいってしまうので、ネットを越える程度の力っていうのをある程度練習の中で自分の力加減を探してみます。もう一度やってみましょう。最後までしっかり自分の打ちたい方向に面が向いていることがポイントです。はい、じゃあ終わります。最後までご視聴ありがとうございました。